ちゃこんにちは。はい。はい。豊さん。はい。何を。看板やちいちゃんが喋ってますが、はい、40万人突破。今日ですね、40万人突破ということでね、はい、これはもう登録者数、そうだね、もうありがとうございます。もう皆さんのおかげでね、はい、40万人まで来ることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、もうね、高木豊は試行錯誤、もういつも YouTube のこと考えて生活してるので ね少しはね、皆さんにそれが伝わってればいいかなっていうところなんですけれども、ね、まあこれからもね、うん、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今日も、うん、3連戦を振り返るということで、はい、はい、でこの折り返しも、うん、パリーグの球場からということでね、4度目、はい、引き続きね、交流戦、そうそう、パリーグの本拠地にて DH ありということで、DH あり、もう交流戦は大混戦ということで、こんなに混戦することってあんまないですか、ね、いやないね、本当に面白いね。1位が何チームなの、まあ、1位が最大で6チームあった時とかあるからね。そう、1位の次がね、何位みたいなことになってますけれども、うんうん、だからまあね、あともう残りわずかになってきたから、うん、まあ、ここで踏ん張れるか踏ん張れないかね、ね、頑張ってほしいと思いますが、ということで、はい、はい、まあ今日も看板やちいちゃんということでね、はい、まあいろいろこう書いてくれたけど、ね、ありがとうございます。じゃあ、はい、それではゲームをね振り返りましょう。はいはい、はい、ということでこのようになりました、はい、まずオリックス DeNA は DeNA が2勝1敗、はい、ソフトバンクジャイアンツはジャイアンツが2勝1敗、はい、日本ハム、阪神は日本ハムが2勝1敗、はい、千葉ロッテと広島が2勝1敗のロッテ、はいはい、ヤクルトと西武はヤクルトが2勝1敗、うん、はい、楽天と中日は楽天が2勝0敗で、合ってますよね。そうそうそう、雨で 1試合今日流れたからね、流れましたからね、はいはいはい、ということで、はい、まずはオリックス DeNA から、うん、ね、オリックス山下俊平太、はい、山崎福也、宮城というね、はい、いやこれは苦しいだろうなと思いましたよ、ね、思いましたね、DeNA、はい、バウアー、ガゼルマン、うん、大貫というね、はい、まあこっちも引けを取らないというピッチャーを並べてきましたが、はい、ね、1試合目、うん、まあ、バウアーと山下俊平太の投げ合い、はい、まあ、どうなるかというふうにねワクワクしたんだけども、本当です、ね、バウアーが7回108球、うん、5安打、うん、1本塁打、9三振、4四球でちょっと多かったよね。そうだね、うん、で2点っていうことになってるけども自責は1ということでね、うん、まあこれはサイン違いがあってパスボールで ね、セカンドから一気に変えられたというね、うん、まあそういう1点なんだけども、うん、山下俊平太、はい、6回98球4安打7三振、うん、2四球、うん、自責は2ということで、はい、まあ、4点ということだったんだけども4失点ということになってますけどね、はい、うん、だけど自責は2という、うん、で山下俊平太の方は、はい、まあ高めに投げるケースがあるんだよね、うん、で高めあれだけ速いボールだと高めを通用すると思うんだけど、はい、牧には変化球、オースティンにはまっすぐをね、うん、ちょっと打たれたりとかもするんだよね、うんうん、で6回に点を取られたんだけども、はい、山下が、はい、まあ、その時に甲斐の林、うん、9番に入ったがこう粘って粘ってセーフティーバントの構えをしたりいろんなこう動作を見せながらフォアボールを取って、うん、で関根がもう臭いところをもうチョーンってバットを出しながらもう粘って粘ってフォアボールを取って、はい、うん、でまあ牧につないでいくんだけども、はい、まあ、そこで牧がこうタイムリーを打つでカットマンに入った広岡が、はい、まあ、カットしてセカンドにボート投げるんだよね、はい、まあ、それで2人、まあ、3人というか打った牧まで帰ってきちゃって、うん、ね、まあ、4点になるわけだけども、はい、ただ野口がライトに入ってたのね、はい、で野口がやっぱこうカバーリングがわからないんだよね、うん、内野の出身だからやっぱそういうものですか。そう、そういうもんなんだ。まずはこう一塁の方に行って、うん、本当はそこではないと思ったら戻らなきゃいけないんだけどさ、わ、うん、からないんだよね多分。いなかったですもんね、うん、だからカバーリングがいなくて、うんうん、まあ4失点につながったわけだけども、うん、ただバウは、うん、やっぱり安定してきたね、うん、4つのフォアボールっていうのは、まあ、本人もあまりこう、まあ、反省の弁は伸びてたし、そうでしたね、でホームラン、うん、次は絶対にホームラン打たれないように頑張るというね、
まあ言うことは言ってたけども、非常に安定してきたね、うんうん、だから非常にこれからは安定して、まあ、勝っていけるかなというね。じゃあようやくこう、ま、うまく調整がついたというか、まあそうだね、な感じでしょうかね。そうだね、うん、それと山下、はい、で高めに投げるケースが多いんだけども、うん、オースティンはね、インサイドのマスクで三振取ったシーンがあるんだけども、はい、ああいうシーンが増えるともっともっと楽に勝てるね、うん、やっぱ外に投げるっていうのはオースティンに打たれたんだけど、外のまっすぐを、うん、伸びるところっていうのは本当に当たったら飛んでいくし、うん、インサイドってやっぱ縮める時間がないんだよね、うん、山下俊平さんのまっすぐの速さからすると、うん、だから各バッターのインサイドをもっとつけるようにするともっと楽に、勝てるかなというね、うん、ただこの試合でやっぱり林と関根、はい、あの粘りは山下に相当なダメージを与えたということだよね、うん、見事な本当にあの攻撃6回の攻撃だったけどね、うんうんうん、はい、はい、2試合目、山崎福也ガゼル、これは7対3で、オリックスが勝つんだけど、はい、やっぱ森、うん、すごい1打席目にセンターに大きなフライを打ってんだよね、はい、で、あ、これ取られたんだけど、こう感じがいいなと思ってたら、まあ、4回に、まあ、8号ホームランで先制するという、うんうん、で5回にまた森が、ま、森に回ってきて、まあ、2打席連発の3ランホームラン、うん、まあ、これで、まあ、大体なんかこう勝負が決まったみたいなね、うん、まあ、感じもしたんだけど、はい、まあ、その表だよね、6回、まあ、外大和のタイムリーで1点差にするけども、8回、同点のチャンスを迎えるんだけど、牧がノーアウトランナーセカンド、まあ、ツーベースを打って出るんだけど、うん、まあ、外宮崎、うん、宮崎あの代打だったんだけどもね、はい、で大和が返さなかったんだよね、うん、まあ、この3人が返さなかったら、まあ、仕方ないかなとは思うんだけども、うん、まあ、外のところでちょっとバントなりピンチバンターでもあってもいいのかなっていう、うん、まあ、感じもしたけどもね。なるほど、うん、はい、ただまあこういうチャンスをものにできなかったら、まあ、流れが変わって、うん、8回裏に、ツーアウト満塁から頓宮にタイムリーというね、うん、あ、やっぱりそういう風になるわなっていうような、まあ、感じのゲームだったけども、はい、うん、この試合宮崎がね、うん、ちょっと戦列を離れるというような、まあ、そういう感じは感じだったんだけども、まあ、代打出てきたから、はい、まあ、そう大したことはないのかなと思って、うん、の3戦目、はい、まあ、宮城大抜き、うん、8対4で DeNA、うん、まあ、宮崎が5番で復帰してくれたよ、ね、まあ、いきなり4打点というね、はい、これね、1回こうスタメン外れたっていうのはやっぱね、背中の痛み、ね、なんかちょっとね、うん、背中脇も、まあ、そうだね、っていうか何かね、痛みが、うん、だからこれがね、まあ復帰してくれたでしょ、うん、まあまあそれは痛いと思うんだけども、はい、まあ明日あのゲームがないからね、うん、ちょっと無理した嫌いはあるけども、宮崎を3番から5番にしてるんだよねこの日、うん、で復帰して4打点、はい、まあ、初回、関根オースティン、うん、牧が四球から宮崎が3点タイムリーというね、一心満塁から、はい、うん、で小原2回ソロホームラン、うん、牧も2回にツーランホームラン、5回には宮崎がソロホームランというね、うん、まあヒットホームランが出たのは1回2回5回だけだったんだけども、はい、まあ、集中力が光るというね。で宮城が5-3だったんだよこの日、はい、まあ、すごいなと思ったのが、うん、珍しいなと思ったのが5回83球7安打8失点ね、うん、でね、この試合でね、立ち上がり、うん、関根がカーブをうまーくセンター前で叩くんだよ、うん、で、オースティンもカーブを打つんだよね、はい、で、宮城って緩急をうまく使うピッチャーで、うん、カーブを立て続けに打たれるとこれ狙われてると思うんだろうね、うん、うん、それで宮崎にタイムリーを打たれたでしょ、うん、ちょっとパニックってたね、バッテリーが多分。なるほど。やっぱね、カーブを投げると危ないぞということで、いや、投球の幅が持てなかったんだと思うんだよ。これはそのままもうカーブを使っていってた方が良かったってことですか？良かったと思うんだけども、うん、やっぱ打たれてるボールはその後カーブはないんだよね。難しいですね。まあ例えばチェンジアップだとか、なるほど、まあそういう系統になってくるんだけど、やっぱ大きな変化を使えなかったということが
初回のやっぱ関根と大須のあの川淵っていうの見事だった。多分狙っていったのか狙ってないのかわからないけど、うん、狙ってなかったとしたらすごいよね技術が、うんうん、だから、まあ、そういう意味ではその DeNA のバッティング技術っていうのは光ったよね、うん、でこの試合頓宮が2本のソロホームランを打つ、うん、茶野が2打点ということで、はい、まあ、頓宮がやっぱいいんだよね、うん、さすが首位打者、うん、ね、頑張りましたけども、はい、まあ、2勝1敗と DeNA が勝ち越しました、はいはい、続きましてソフトバンク対巨人、うん、ソフトバンクは和田、石川、藤井、はい、で巨人の方は横川、今村、まあ、今村はあのブルペンデーだからねこの日は、うんうん、で菅野と、はい、菅野来ましたよ、ね、初ね、今シーズン初登板ということでね、はい、皆さん注目だったと思いますが、はい、で1試合目、はい、ね、5対1、ソフトバンク、うん、和田が交流戦27勝を挙げるという、ね、もうトップタイ、ね、ね、さすがだね、うん、5回3分の2、うん、86球4安打6三振1失点というね、うん、で下位が2回に4号スリーランホームラン、はい、ね、打点を挙げると30連勝飾ったというね。で昨年5月7日対ロッテ戦から、まあ、続いてるんだけども、今日は3安打4打点という大活躍、下位がねえ、これね、うん、ね、でね、巨人の方はこの試合で和田の立ち上がりノーアウトランナー1、2塁になったんだよね、うん、で秋広にバントをさせるんだけどファールでできずに、まあ、強行に行ったらゲッツーを取られる。だから立ち上がりを和田のね、やっぱどんないいピッチャーでも立ち上がりっていうのは、まあ、リズムができてないしちょっと不安なもんなんだけど、うん、うん、まあ、ここでゲッツーに打ち取れたという和田がすごいよね。なるほど、うん、別にそのフォアボールを出してとか、うん、そういう立ち上がりでもなかったし、まあ、ちょっと打たれての立ち上がりだったんで、まあ、制球に苦しんでたわけじゃないから秋広のバントもなんか和田ならではの投球技術でこうバントを失敗させてたというかさ、なるほど、まあ、そんな感じもしたんだよね。うん、だけどあの和田君、和田君書いてないけど、あ、おめでとう、ね、おめでとうございますね、27周年ね、はい、はい、まあ、本当に長くやってればね、うん、まあ、こういう記録もできるということでね、はい、はい、ね、ただまあ秋広ね、バントもしっかり、やらないと、ね、うん、まだまだ、ね、ね、頑張ってくださいよ。はい、はいはい、続いて2試合目、うん、10対6、巨人、ブルペンで頑張りましたよ、うん、ね、まあ、この試合、坂本が先頭打者ホームラン、うん、ね、18本目、ね、やっぱすごいね、やっぱ打ってんね、まあ、1番に入ってるということも多かったんだと思うけども、先頭打者ね、はいはい、うん、で4回は大城がホームランとかね、うん、梶谷のタイムリーで一気に5点を挙げるというね、はい、まあ、7回には岡本がツーランホームラン、うん、まあ、岡本絶好調だ ね、 ね、はい、この試合4回に甲斐がホームランで打点を挙げるけど負けがつくという、うん、30連勝で止まっちゃったというね、まあ、余計なところで打つなみたいなね、素敵なジンクスが、まあ、本当ね、うん、ジンクスって大きいから ね、 ね、みんなその気になっちゃうから ね、 ね、まあ、だけど30連勝で止まっちゃったというね、うん、まあ、いい区切りの数字ではありますけど、ね、まあ、そうだね、はい、で巨人はブルペンデーということで、うん、まあ、7投手を使って、勝つわけだけど、はい、まあ、今村先発、うん、大江、菊池、高梨、鈴木、中が大勢で逃げ切るというね、うん、だからブルペンデーとはいえ、まあ、6点取られたけどもね、まあ、今村が、まあ、4失点したのかな、まあ、そのぐらいであとは割と抑えていったというね、今村投手が3失点の、あ、3失点か、大江投手が1失点、ね、あ、そうだね、はいはい、うん、はい、まあ、そういう形で、うん、まあ、ブルペンデーを勝利で飾ったというね、はい、はい、まあ、そういう試合でした、はい、で3戦目、うん、藤井と菅野、4対2、菅野、はい、ね、菅野がやっと登板しました、はい、ね、どうですか、久しぶり、そうだね、まあ、5回を投げて93球、4安打、4三振、4四死球、うん、そうですね、2失点というね、3つのフォアボールと1つデッドボール、うん、まあ、立ち上がりね、すごく緊張感があって、まあ、そうだろうなって、球も落ち着かなかったんだけど、2回、先頭打者にフォアボール与えるんだよね。うん、うん、あんまり菅野らしくないなと思って、まあ、失点する回なんかは、まあ、2つの、まあ、フォアボールとかね、うん、デッドボールとかがあって、まあ、2失点につながるんだけども、
まあ投げれたかなというような程度だよね。なるほど。やっぱね、菅野を知ってるだけにこれで満足しちゃいかんよね。それとやっぱり5回で降板するんだけどもさ、はい、5回投げ切ってね、うん、だけど球数がかかりすぎてるわ、93球、うん、だから菅野だったらもうポン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 打ち取っていかないとさ、うん、それとやっぱりこう力ではもう押さなくしなったね。なるほど、うん、もうどちらかというとやっぱこう打ち取ろうとする、うん、まあ、かわしていくというね、うんうん、まあ、そういう投球スタイルに変わってきたかなという感じがするね、うん、いやそれで藤井相手の、うん、で投げ合いをすごく期待したんだけどさ、うん、3回を投げ切ったところで次変わっちゃうんだよね。そうですね。で甲斐がね藤本監督にえっていうふうに言ったら、こうやってやってたからさ、やっぱ脇腹かなんかをやっちゃったんじゃないかなというね。そうですね、まあ3回というのはちょっと早いですもんね。まあそうだね、うん、はい、で2点先制されたんだけどもさ、はい、菅野はね5回、うん、丸のホームラン、うん、ね、やっぱジャイアンツはねホームランで活気づくね。なるほど。ホームランから、重信ヒット、うん、盗塁、うん、坂本にカウントが悪くなって敬遠気味のフォアボールで、ここでピッチャー交代、田浦投手ですね。田浦投手に変わった時に左ね、はい、で勝谷からオコエに変えるんだよ、はい、原監督が、はい、いやそれで、オコエが初球をライト前、うん、打って満塁を作って、うん、まあ秋広のタイムリー、岡本の犠牲フライで逆転をしていくんだよね。はい、うん、それと原監督は鬼の系統を見せたね。ピンチの時5回6回だ、菅野投手の後ですね。そうそう、6回ですかね。6回だね、はい、で大江何しに出てきたね、フォアボールとデッドボール、そうですね、でピンチを招いて、はい、で2アワンアウト2、3塁になったんだよね、うん、そしたらねここで菊池を持ってくるんだ、はい、で1人、うん、回を三振に取って、うん、そしたら次左の中村に回ってきたところに高梨、うん、また三振ということでね、うん、まあ、三振だったっけ、三振ですね、三振ね、はい、取って勝ち越しを許さなかったんだよ、うん、はい、これはやっぱりね、なんていうの、後ろに行けば、オスナとかいるからね、うん、だから逆転されないように、同点されないように最新の注意を図りながら、うん、やっぱエースに勝たせなきゃいけないというね、うん、まあそういう原監督の必死な思いがなんかすごく選手に伝わったような気がしたね。で中川、うん、8回はビーディー、うん、で9回は大勢という、はい、で逃げ切ったというね。その間に、9回にオスナから丸がホームランを打ってくれた、うん、ねえね、その1点も大きかったけどもね。そうですね、うん、今日2本ですよね、はい、ねえ、うん、いやチャンスはあったのよ、ソートバンク、うん、菊池に出てた時になんで甲斐にスクイズをやらせて同点にしないのかなとか、いろいろちょっとソートバンクの方では疑問に思ったことはたくさんあったけども、うん、まあ、巨人が逃げ切ったという試合でした。はい、はい、続きまして、はい、日本ハム対阪神、うん、ね、日本ハム鈴木、伊藤、北山、うん、阪神富田、武田、あ、大竹、ごめんなさい、大竹、うん、才木という、はい、ね、4対0日本ハム、うん、鈴木が6勝目、6回102球4安打1三振、うん、1四球という、はい、無失点で、6回を投げ、まあとにかく鈴木がストライク先行、うん、ね、インサイドをバンバンついていく、ね、で途中からスローカーブを使い出したんだよ。もうこれにやっぱ阪神打線が翻弄されてるという。なるほど、うん、まあ、確かにね、阪神打線今ちょっと状態は良くないけども、うん、やっぱこの鈴木の翻弄の仕方っていうのがインサイドをつきながら緩いカーブを使って緩急をものすごく使ったということね、うん、まあ、それに翻弄されて、阪神から移籍してる江越が、うん、ね、フルセ4回4号ホームラン右へ、うん、ね、江越の談話、何も考えてなかった。かっこいいのか本当なのか本当だったらどうなんでしょう、ちょっと考えろよみたいな感じだけどもまあ考えてるよね、はい、うん、ただ阪神の方は、うん、まあ鈴木の立ち上がりだよね、まあツーアウトだったんだけども一塁から、前川がいてね、はい、大山のセンター前で、うん、まあ、三塁を狙うんだけどもさ、はい、まあ江越に刺されるんだよね、うん、
次の打者が佐藤だっただけにこの走塁がどうだったかなっていうね、うん、まあ若いから仕方ないけど前川はいい選手だね、あれすごい選手になるよ、ね、この選手前回名前も出てましたよね。そうだね、うん、で1戦目は4対0で日本ハム、はい、で2試合目、はい、伊藤と大竹 4対3伊藤、はい、ね、で1回から3回までに1点ずつ3失点するんだよ大竹が、うん、でその試合で江越マルティネスの 1,2 番を組むんだけども、うん、まあ、江越がフォアボール取ってマルティネスがツーベースで先制するとかさ、うん、2回には伏見がホームランとか、うん、まあ、3回にはマルティネスがホームラン、うんうん、ね、で4回前川が同点2点タイムリーを打つんだよね、はい、やっぱいいよね前がもう使いたいよねずっとね、うん、をライト前に放つんだけど、はい、まあ、8回江越が2塁打マルティネスが四球、まあ、続く加藤ノーアウト、うん、ランナー1、2塁、はい、ね、加藤どうする、ノーアウト8回送りますかと思うでしょ、うん、でもこの加藤も、うん、本当だったら遅らされるケースの時に打てというサインが出たと、うん、だから加藤も考えてんだよ、うん、送りバントじゃないかっていうことを準備してたんだけど、うん、新庄監督は打てという、うん、よしじゃあやってやろうと思って決勝点を叩き出すという ね、うん、ね、うん、思い切ったあの新庄監督のね、そうそう、いやだから加藤と、うん、新庄監督の感性って似てるのかもわからないね、うん、まあそうかもしれない、やっぱ守りっていうのはない彼らには、んなんか攻め続けるっていうねそういうスピリットがあるかな、うん、うん、でこの試合宮西が2年ぶりの、はい、勝ち、うん、ね、で万波が5回、はい、ね、木浪をホームで刺すとか、うん、まあいいプレーもあったよ ね、うん、で大竹が連勝が止まる、ね、7回111球7安打4失点という、まあ、立ち上がりからちょっとリズムが作れなかったかな、うん、まあもったいなかったね、そうですね、そうだね、うん、まあね、あの防御率はまだ1位ですけど、そうだ ね、はい、なかなか、まあなんかいろいろ止まるね、ね、なんか打点上げなら30連勝とかさね、いろんなものが止まっていくね、止まったりとか本当ですね、はい、はい、で3試合目、うん、ね、1対0阪神、はい、やっと一夜報いたというね、うん、で佐伯、ね、はい、7回106球4安打、無失点、まあ、湯浅、湯浅ってつないでいくんだけども、うん、やっぱちょっと湯浅がちょっと心配だったんだけどもね、はい、西武のシチュエーションでちょっと失敗が続いてたからさ、うん、でツーアウトからマルティネスに、フォアボール、ハンソンにヒット、うん、で一打同点 のピンチを作るんだけども、はい、まあ抑えてね、うん、まあ、西武をやっとあげるけども、やっぱここら辺がやっぱしっかりしてこないと、うんうん、なんかこう安心して見てられないというかさ、でまあ一番の良悪はこうやってセーブを上げることなんだけども、はい、やっぱこう少しリフレッシュさせてやった方が多少いいのかなっていうようなこともあるよね、うん、ただこの虎の子の1点を叩き出したのが前側の3塁打、はい、出ました、また前側出たねこれ前川君に変えちゃうぞ、まあね、三塁打、はい、渡辺亮センター前ヒットで1点を取ると、はい、うん、渡辺亮嬉しかったろうね、うん、やっぱこう阪神から日本ハムに移籍した江越とか、うん、まあ、渡辺亮が阪神に行ったりとかしてて、うん、まあ、江越の活躍を目の当たりにしてて、目の当たりにしてて、うん、で江越がね、うん、江越がじゃない、今日は渡辺亮がセンター前打って打点を上げて、うん、それが勝ちにつながったということは非常に嬉しかったんじゃないかなっていう思うね、ね、ね、こうね、はい、古巣相手に、まあ、そうだ ね、なかなかリーグが違うとね、そういう機会も少ないですので、ね、はいはい、まあ日本ハム頑張りましたね、はい、勝ち越しました、うん、ね、はい、続きまして、うん、ロッテ対広島、はい、ね、ロッテは西野、うん、元前、佐々木朗希、広島は床田、森下、黒原、うん、ね、1試合目床田が自身 最長イニング8回を投げ切るという、うん、8回は101球4安打
1試合、うん、この時に床田が同期の投手リレーで勝ち試合を作りたいねって言った矢崎が、はい、ね、セーブを上げて、ね、夢であった同期でつないで勝ったというね、まあ床田はあの肘の不安というのがあったんだけども、うん、まあ、8回まで投げれたし、うん、まあ、心配なかったかなという。でテンポも良かったね、この試合はね、はい、だからどん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 やっぱこう8回を101球で投げ切ってるわけだから、うん、やっぱ相当スライムも先行したし、うん、まあ、早打ちにも助けられたというね、ね、うん、それで西野も悪くなかったんだけどさ、はい、西川と秋山バッターのね、広島の、はい、これもう天才的だね、この2人もう本当彼らにかかったらやっぱ少々甘いボールだったらもうすぐ簡単に打たれるというような、うん、まあそんな感じがするよね、うん、でこの試合宮城とよく似てるんだけどさ、はい、あの広島打線が西野のね、灰球のカーブを簡単にストライクを取りに来るカーブを簡単に打ち返したんだよね、うん、やっぱ西野困ってたよそのカーブがやっぱ投げづらくなってたから、うん、だから投球の幅という意味ではまあしっかり抑えてたけどね、うん、抑えてたけど、非常に西野を苦しめたんじゃないかなという、うん、そういう広島打線というのは素敵だな、はい、はい、で、ね、うん、で2試合目、はい、本前森下5対4、うん、ロッテというね、はい、いくよ、うん、角中相澤のホームランで1対1の同点、なかなかねないよね、このベテランが2人のおっさんが2人ホームラン打って、ね、うん、1対1の同点になっちゃったみたいな、ね、それぞれソロでね、そうそうそう、さりげなく1点ずつ取ってるんですよね。で5回ノーアウト満塁から1点に終わった広島の攻撃、うん、これが後々痛かったんだよね、うん、で昨日の流れからいくとさ、はい、西川秋山が打席に立ってんだよ、このノーアウト満塁とか、うん、そういうチャンスの時に、はい、だけどそこで1点しか取れなかったっていうのが後々響いたかなというね、うん、で6回、まあ吉井監督、うん、6回ポランコが出た時に友杉ダイソー、はい、まだ6回だよ、うん、で山口が続いて出た時にダイソー小川、一気に勝負をかけるんだよね、とまだ打席が回ってくるのになとか思いながら、まあこれは盗塁などを絡めてね、勝ち越しに成功するんだよ、もうここだというふうな直感でしょうか、これは直感なんだろうね、うん、で7回、まあ、坂倉、菊池、西川、秋山の4連打、見事なんだよ、うん、で8回、あ、見事で、うん、まあ逆転をするんだけど、ね、うん、まあ、8回、角中の同点タイムリーという、また来てました、角中出てきたんだよ、おっさんいや本当に超ベテラン、まあ首位打者も取ったぐらいの実力者だからね、うん、ただ9回、まあ、同点から先頭フォアボール、うん、岡ヒット、池田バント、藤岡がサヨナラというね、うん、ピッチャーは誰かというと栗林、あ、ちょっとやっぱ苦しいな、うん、この前エスコンで勝ったけどさ、あのプロ入り初勝利とか言って喜んでたけど、ちょっと状態はあんまり良くないね、この投げるあのね、抑えで出たりとか、うん、違うところで出たりとかっていうのも、これはちょっと本人としては難しいことだったりしますか、まあリズムとかね、そういう意味でしょ、うん、いやーこれはやっぱりね、どこで出てもおそらくリズムとかいうよりも本人の調子だよ、うん、今はね、だからちょっともう一回リフレッシュさせてやった方がいいかもわかんないね、うん、はい、なるほど、はい、そういうことです、はい、はい、それで3戦目、うん、6対5ロッテ、うん、まず佐々木朗希が勝ちました。ねえ、ちょっとハラハラしました、ね。いや、ハラハラした。佐々木朗希7回109球5安打、はい、10三振、うん、必ず10個取ってるよね、うん、みたいな感じがするんだけど。ね、まあこの日は2失点、はい、ね、初期に打たれたというね。で165キロ最速出ました。うん、はい、ね、まあ3回にね、帰ってきた藤原、やっと怪我明けで帰ってきてヒット打って、うん、岡ヒット、藤岡送って中村四球、まあここで満塁だよね、4番の山口が豪快に満塁ホームランというね、ね、1点打点4つというね、いやー本当、まあ見事だったよね、はい、まあ今日は黒原というね、うん、左ということでポランコをちょっと外したんだけども、うん、
まあ4番に山口を入れて、うん、その山口が期待に応えるという、はい、まあ吉井監督のなんか采配ってよく当たってるよね、うん、地味だけど、うん、いやあんまり報道されてないけど、うん、でも結構ねポイントポイントですごく当たってんだよね。さっきの試合のね、うん、6回に選手を変えて、そうそうそう、一気に変えてね、で足の速い選手を使ってたという、うん、それがサヨナラにつながったというね、うん、まあそういうこともあるし、で5回ハツキが2点タイムリーで得点するというね、ハツキの佐々木朗希、ハツキ選手は、ね、嬉しいでしょうね。いやそりゃ嬉しいよ、ね、もう本当嬉しいよ本当に、うん、ただし角中の2点タイムリーで突き放す、うん、角ちゃんいいね角中ね、ねさっきからよくお名前出ますね。いやいや本当に、はい、で9回、うん、ハラハラドキドキ、そうですね、ワンアウト満塁まで行くんだよ広島がね、うん、まあ西川が出る、秋山がタイムリー打つ、野間も打つ、うん、ねでここでね坂君、菊池を代打に出したら菊池がフォアボールを取るんだよね、はい、それで満塁になるんだけど、うん、ワンアウト満塁、うん、バッター坂倉、これはやられたと思ったよ増田が、坂倉のバッティングの技術からするとってやっぱ気温だね、ね、あ増田のあのシンカーをものボール球3つぐらい振ったかな、ドシッと構えてたらフルカウントになって好きなボールを投げてくれたというような気はしたけどもね、だけどやっぱりなかなかそうはいかんわな、うん、で最後のバッター田中レフトの大飛球、はい、うんね、山口変えてなかったんだねレフト、はい、マネホームラン、はい、決してうまくないんだよ、はい、もうフラ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 なんか千鳥足で取って取りに行ってる、まあ風もあるしさ、はい、いや難しいじゃない、これもすごいプレッシャーですよ、ね、いやプレッシャーだよ、飛んできてしまったのような、いやもうこんな感じで取ってたからこっちからボールをこんな感じで取ってたから、よかった、ね、いやよく取ったよ本当に、佐々木朗希のね勝ちが消えなくてよかったというね、ベンチで心配げに、いや見てた見てましたね、た、ただねこれね評価されるのは、うん、やっぱね広島のバッターの粘りだね、うん、彼らはやっぱすごいポテンシャル、もまあいい試合でした、はい、はい、続きまして西武対ヤクルト、うん、ね、西武隅田、はい、高橋、うん、コーナー平、はい、でヤクルトピーターズ石川、小沢、うん、はい、ね、1試合目隅田が勝ちました、もう良かったです、ねね、4月19日以来のソフトバンク戦以来の勝ち星ということで2勝目を挙げましたね、はい、で隅田5回96球5安打1失点、うん、まあ頑張りました、はい、ね、まあただね援護点もらえないねやっぱり、うん、まあ、2回に長谷川がホームラン、うん、ね、ランナー溜まって源田が決勝タイムリー、まあ、2点目を挙げるんだけど、それが決勝タイムリーになるんだよね、はい、まあ、それを守りきったんだけど、まあ、逆に言えばピーターズ、うん、防御率とかもすごくいいんだけども援護点が本当にないよね、うんうん、でヤクルトの方はキャッチャーに入った古賀、うん、ピックオフとかで2回一塁ランナーを刺したりとかしてるんだよ、はい、だからいいプレーはあるんだけど、もうちょっとやっぱりヤクルト打ってくれないとね、うん、だからまあ非常に、まあ、ピーターズもかわいそうだけど、うん、まあ、隅田が勝ったのがを喜べと、ね、いうことなのかもわからないけどもね、うん、もうちょっとやっぱり軸が打たないと ね、まあ、苦しいなというふうに思うよ ね、はい、はい、で2試合目、うん、高橋光成と石川2対0、ね、ヤクルト石川、ね、石川やりました、はい、ね、4回青木のフォアボール、サンタのフォアボール、うん、まあチャンスから中村タイムリーという、で9回には山田がタイムリーって打って、その2点だけなんだ、ただ石川5回3分の2、うん、74球3安打2三振、うん、1球0点もう緩急自在、もうね本当にね見てて楽しいというか、あここでこうしたら空振りするだろうな、その通りにやってくれたりだとか逆に見てて、うん、いやここで落としていくだろうなと思ったらズバッといってさ見逃し取るとか、うん、だから見てて本当に楽しいし、まあ石川も大したもんだね、もう130キロちょっとだよ、だから速さじゃないんだよね、ね、もうこれ技術っていうかね、そうだね、術という感じですかね、うん、ただやっぱり気持ちがしっかりしてるわ、この石川っていう選手はね、うん、努力家だし、はい、でこの試合プレッシャーあったと思うよ、うん、中継ぎ頑張りました大西、星、清水、田口とつないで、はい、まあ、逃げ切るんだけど、うん、一頃ね
中継ぎもちょっとダメだったんだけどもさ、うん、よく頑張りだしたよね。あだからもう必死こいて頑張ったんじゃないの、石川の負けを消さないように ね。で石川この勝利で185勝、はい、交流戦28勝に躍り出てトップという、トップですよ。あもう謙遜してね、長くやってるからみたいなことは言われてましたけど、うん、そんなことだけじゃないですよね。いやいや勝たないとね。ね、和田残念、ね、並んだと思ったらすぐ次の日にはまた2位になっちゃったという、ね、でねこの試合高橋コーナー、うん、ねいいピッチングはしてるんだよ。でも4四球、うん、やっぱねフォアボールからタイムリーとか、うん、非常にもったいなかったよ ね。でも石川も高橋コーナー投げ勝つんだから、うん、すごいよね。ねえ、はい、ちょっと高橋コーナー投手がねちょっとリズムが悪い ね。流れが悪いというかね、4勝4敗ということでね、はい、なってしまいましたが、はい、はい、で続いて、平と小沢、はい、3対2、うん、ヤクルト小沢2勝目、はい、6回69球だよ、うん、ほんと少ない球数でいって4安打1失点というね、うん、オスナーが2点タイムリーね。まあやっぱ平ってさ、なんていうの、球速いじゃない、はい、でキャッチャー高めを要求したんだよね、打ち取りに、うん、その高めをやられるというさ、うん、やっぱね外国人って速くても高めに来て手が伸びるところだったら打っちゃうんだよね、うん、まあ、そこら辺なんかちょっともったいなかったなっていうね、うん、で平もねすごく良かったんだよ。で三者凡退のイニングがあったりだとかさ、うん、球は速いし変化球も切れてんだけど、やっぱ配球とかねそういうことを考えるともう少し工夫した方がいいかなって。あれだけの高い速い球を使うんだったらもう少しインサイド寄りに投げると有効的になってくるんだけど、うん、やっぱね外の高めってね一番バッターとしては当てやすいから、なるほど、だからそこら辺少し考えた方がいいかなっていう風な感じがするよね。うん、で決勝点になったのが高岡の好走塁、はい、渡辺の悪送球を、うん、誘ったというね、うん、まあそういうことが、まあ、勝利に結びついたと。まあ、平良も7回112球7安打12三振、うん、12三振、うん、まあ、3失点自責は2ということ。三振は多いですよね。多いよね、だからもったいないよ、それだよ、それを考えるとね、はい、まあ野手に足を少し引っ張られたということもあり、うん、まあ配球、まあ、コースをちょっと考えれば打たれなかったのになっていうようなね、うん、まあ、そういうところも少しもったいなかったかなっていうふうに思いました。はい、はい、で最後、うん、まあ、1試合中止になった、楽天対中日、はい、ね、まあ、楽天藤平、うん、早川、はい、で中日は小笠原松葉というね、うん、今日は松井と高橋宏斗だったんだけども、うん、まあ、雨で中止ということで、はい、はい、1試合目5対4ね、楽天、うん、まあ立ち上がり中日が2点を先制するんだよね、はい、5回に逆転を許すと6回7回にもうすぐまた1点ずつ失点をするというね、うん、だからここら辺バンテリンでやるときはさ非常に防御率がいいんだけども、外の試合でやるとちょっとあれかな、うん、弱いな、うん、なんでしょうね、やっぱ広いさ、まあ、そうそうそう、広さですか、うん、まあ、それはあるよな、大きくな、やっぱ勇気もらえるもんね、広いと ね、ピッチャーはね、ホームラン打たれないという、なるほど、まあ6回にはね、1、3塁から、うん、まあ、太田がスクイズ、まあセーフティー気味なんだけど、はい、決め勝ち越しというね、で、この試合、楽天、渡辺翔、はい、プロ入り初勝利、はい、おめでとうございます、おめでとう、パームボールがいいという。うん、種明かしはあんまりしない。何？いや普通ね、昔はさ、いや何が得意ですかって、いやまっすぐですって言いながらパームを投げたんだよ、うん、あのボールはなんだみたいな、うん、種明かししなかったんだよ、うん、僕はパームボールが得意ですみたいな、うん、堂々と言い切っちゃって、それも笑顔で、うん、すごい明るい投手で、もうそんな感じなんですかね今ね、まあ、まあそうだね、もう見てたら分かりますからってことですか、まあ、まあそうだね。だからすごく明るい選手で、うん、なんかすごい好感が持てるね、うん、まあ、選手でした、はいはい、で2試合目、はい、1対0楽天、うん、まあ、3回浅村タイムリー、ね、その1点だけなんだけどさ、はい、その浅村のヒットっていうのがなんかね、もう苦し紛れに
コンなんて打ったの、それがタイムリーヒットになっちゃったわけよ。その押し出したみたいな、うん、そう、浅村もその1点で勝てるなんていうのは思ってなかったと思うんだけど、うん、まあ、それがいい、あの決勝点になったというね、はい、ただ早川が好投、うん、まあ、7回を109球、うん、4安打0点に抑えるというね、はい、で中日はね、この左に対して、まあ、早川ということで打順を大きく変えるんだよね、うん、まあ、1番鵜飼、3番福永、うん、まあ、4番を打たしてた、ずっとね、まあ、ここのところ4番からは外してるんだけど、はい、その石川を7番に据えるとかさ、うんうんうん、まあ、鵜飼とかね、チャンスをもらいながらとか、はい、まあ、福永も3番というね、うん、使ったんだけど、まあ、打線が機能しなかったというね、うん、でこの試合で、まあ、1点を追う、うん、まあ、中日、はい、まあ、木下がランナーで、まあ、3塁を欲張って、まあ、走塁しをしたというね、うん、まあ、ちょっともったいない、まあ、気持ちの焦りっていうのもあるのかもしれないけども、はい、ちょっと冷静に考えたら、まあ、止まっててもよかったかなっていうね、うん、まあ、楽勝にアウトだったんでね、結果ね 1-0 の試合だとなおさらね、なおさらもったいないね、もったいなく感じますかね、そうだね、うん、はい、ということで楽天が、はい、2勝0敗というね、はい、はい、でパ・リーグ33勝、うん、セ・リーグ36勝、はい、ね、依然、セ・リーグがリードしてます、はい、で、この試合 DeNA の試合、宮崎さん、はい、やっぱね宮崎さんのね、存在感はでかいわ、ね、やっぱね、出たら仕事してくれる、ね、それと今日でも牧の後ろを打ったということが、うん、牧のホームラン今日打ってんだけど、はい、を誘ってるね、やっぱ宮崎には回したくない、やっぱ牧との勝負に行かなきゃいけない、そこで牧が打つのも大したもんだけどもさ、そうですよ、ね、やっぱね、こう牧宮崎っていうのは相手が一番嫌がると思うよ、もうこれセリーグの打点1位2位の2人です、ね、そうだよ宮崎さん頑張りました宮崎さんは本当 ね、ちょっと体のね、うん、調子というかね、もう絶対怪我すんだよみたいな、気になる、そう、無理をして ね、 そ う、 だね、そういうことだけはちょっとね、下げたいけど、ね、離脱は困る、困ります、はい、はい、ジャイアンツ菅野、はい、ね、菅野君、はい、ね、もうちょっと長いイニングを待ってましたよ、ね、ね、投手陣のボスが帰ってきたわけだから、はい、ね、頑張った次も、はい、で宮西君、うん、よく頑張りました、2年間も勝ち星がなくて、はい、うん、ね、でもさ、今年はよく頑張ってる、うん、ね、昨年ちょっとね、中津討伐というか、あんまりいい成績ではなかったんだけど、うん、宮西くん、いいじゃん、はい、ね、角中くん、お酒じゃないですよ角中くん、やるじゃん、やっぱね、しぶといわ、うん、本当にしぶといしね、いつも雨天練習場で打ち込んでるのがこの男、うん、もう暇さえあったらバッティングしてるよ、うん、やっとと今年また来たね、昨年とかあんまりパッとしなかったんだけど、はい、今年はいいよこれね、うん、このまま好調続くといいですね、これがね、ああ、ほんとな、うん、はい、ヤクルトは石川さん、石川さん、はあ、おめでとう200勝まであと15勝ねえ、ね、なんとか夢をつかめるように、ね、本当ですね、うん、で交流戦、うん、あと1試合ぐらい、1試合投げるかな、投げないかな、まあ、あと一勝ぐらいしてよみたいな、そんな感じがします、はい、ね、ね、で最後早川ちゃん、これみんなから見たら若いからねそうね、これね、みんなベテランだから、あのサンくんちゃん決めてるのは看板屋の私じゃなくて伊坂、はい、さんですからね、まあ、時々ちいちゃんもね、うん、この方がいいんじゃないって言う時あるけど、ね、バウアーちゃんとかバウアーくんか、バウアーくんですね、はい、はい、まあ、ということで、まあ、こういう選手たちが目立って頑張りました、はい、もう他にもね、たくさん書ききれないんですけど、はい、まあ、今年の交流戦は非常に面白いしね、うん、競った試合も多いし、好ゲームが続いてるんでね、あと残り2カードかな、うん、あ、頑張ってほしいと思います、まだ全体もね、少しずつこうね、ばらついてきて、今1位 DeNA と巨人になってますかね、はいはい、で、まあ、ね、そういうふうにちょっとね、1位が何チームあるんだろうっていうのから、まあ、そうそうそう、これから少し動きありますか、ただあと6試合、うん、これ6試合でガッとまた変わりそうな感じがするから、本当ですね、はい、はい、ね、楽しみです、はい、はい。